ということは結果を出さないとこう出れないと、はい、そういうサイクルに持っていくあのそういう監督さんですよね、はい、中に入ってきました秋元横に関根ルーズボール打ちに行く正面関根が絡んできました中に人数をかけて攻めてきましたこれダイアゴナルで走ったのが追加してボックス内マイボールにした細谷戻した森海斗フィニッシュまで行きましたレイソル、まあ、細谷の良さですねあとこれ森海斗の右足とこう特徴を出しましたね、これ体勢崩れたのでもう一つも前にモーベルク横パスで江坂コントロール浮きましたが頭で運んでいきます折り返しからヘッド江坂の折り返しからシャルク、まあ、このボールもさすがショルツですけども、はい、引っ張ったマイナスからこれちょっとコントロールが、ね、大きくなってゴールから遠ざかっていく感じなのでちょっとみんながまあ油断したというか細谷の動きは良かったんですけど ね、 オフサイドフラッグが上がりませんシャルク、うん、シャルク行って右足レッツ先制オフサイドか流してましたね受けた時にはフラッグが上がってませんでした、うん、この受けたところでそうですねまあいい動きなんですけどね少し膨らんでまあただシャルクこの得意な形になっ、うん、うまく入れ替わった江坂引きつける溜めて自分で運んでいった右足モーベルク今度は得意の左足で持つ裏を通って回り いいサポートでしたこれもオンサイドオンサイドですねいやーケムスンゲナイスキーパーですねフェレッツはここで選手交代モーベルクと平野が小泉早い豊島のブロックアテオティフル右足フィニッシュが浮きましたタイでスコアレスドローです。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification